さ、吹雪さん、隕石の破片群を抜けるわよ。はい。よし、破片群を抜けたわ。え、はや。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれやんね、やっとこさ、最後なんじゃないっすか最後なんじゃないっすか、わからんけど。なぜお前たちは絶望しない。まだこの先の携帯あったりするかな。なぜ平然と立ち向かってくるのだ。そんなことを言われました。理解できん。理解できん。私らが諦めたらね、その時点で地球が終わってしまうので、邪魔なものは全て消してくれる人がおったらいいけど。己の無力を呪いながら滅び去るがいい。強いかな、やっぱり。行くぞ、最後の戦いだ。来い、脆弱な星の者たちよ。お前たちの希望など、これちゃんと小さくなった。私が引き裂いてやるのである。変わってないような気がするんやけど負けるわけには。あー、ダメだ。いや、ちげえじゃん。なんてことだよ、えい飛び込むのが遅かったぜ。いや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 、無理よ、避けれんよ、それは。ミッションスタート。おいし、比なき絶望を。今回ね、珍しくちょっとマズラタイタンの倒し方と攻略法をね、ビートに乗り遅れんなよ。見たんだけども誰に言ってる。あれなんよ、私何回挑んでも最高でヘビーにマズラタイタンの体力を3分の1ぐらいまでにしかできんくってさ、このいつも通り、いつもの RPG 通り、めちゃくちゃレベル上げたんやけど、それでもダメやったんよね。やけん、調べて調べて調べた結果、アースウォーカーノアで、グランゾーとネコスカドライブだけでコマンドメダルを埋めるっていう状態にしてきてみたんやけど、どうでしょうどうでしょう。今までずっと漆黒丸で、全部、他のメダルはね、違う種類やったんよね。今まで1種類で固めたことどころか、ね、ダブリとかあったことないもんね。グランゾーとネコスカドライブ。そもそも、同じメダルセットできるんやって思った。もうなんかね、ラストかもしれんという。はいよ。今やっとそんな状態になった。同じの全部できるんやね。もうただただずっとひたすらグランゾーとネコスカドライブないけど。なんでこの技なんやろ。ちょっと詳しいことはね、見てないけんね。パパーって見ただけやっけ。理由はよくわからんねえけど。最終決戦。とりあえず華麗に決めるよ。はあ、調べた通りに。こんなとこまでしかしやがって。もしかしてグランドネコスカドライブってさ、相手の攻撃中断させられる効果があるとか、そういう感じ。勝てる。この戦いに勝ったら私たち宇宙一のヒーロー。え、それやとしたらめちゃくちゃ最強じゃない。上がってきた。今までのどんな時もネコスカドライブだけでいけたんじゃないかっていう。はい、うわ、ほらほらほら、どんなに頑張ってもさ、3分の1ぐらいまでしかいけんかったのか。やばい。そしてレベルが上がったそしてさらにレベルが上がった。イエーイ。ねえ、どこ。おったおったおった。僕たち勝ったんだ。じゃ、拾わせてください。俺たちの大勝利だぜ。ポーズ決まってたね。ありがとう。みんなレベルがめっちゃ上がってくよ。イエーイ。戦いに参加してないやつまで。お、マズラタイタンゲットやん。やったね。やったね。神経験値ボールや。イエーイ。ふぅ。やっと。今までの苦労は一体何ってくらい簡単にやっつけれた。ありがとう。ありがとう、攻略法。おのれ、わかる。なぜ私は負けたのであるか。私が簡単と言われた方法を試したからでは。私は宇宙に君臨する絶対の。これでラスト。もう何、ハゼル。あ、消えた。俺たち勝ったのか。そういうラストね。
だよ。多分。うんうん。何、実感が湧かない？やったー、ついにマゼラを倒したんだ。うん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 、結構早い段階からちょっと喜びが湧き上がってきたね。終わったんだな、やっと。やっと。長い戦いだったね。いや、まだじゃね。肝心の本体が残ってるっしょ。何、本体って？そっか、え、ブラックホールをなんとかしないと。あ、そっかそっかそっか、マセラの本体はブラックホールって言ったんっけ。ああ、もうそんな話全然忘れとった。それが本来の目的だからな。なるほどなるほど。よし、お前たち、そのブラックホールに意志はあるのか。破壊や DX に戻るぞ。ってことはあるんかな。地球にセットされた照準を直しに行くんだね。こっからが本番ってわけだな。頼んだぞ、吹雪。オッケー、頑張って、任せて。もう私は動かす必要はないですか。うちにも手伝わせて。もちろん、ぜひお願いします。あれ、クーカちゃんいつの間にかうちに戻っとる。一人称ってずっと私とかやったよね。何、どうした、なんだ、どうかしたのか。ダメなの。マゼラとの戦いで飛び散った隕石の破片が破壊や DX の進路を塞いでるの。え、なんだと。何、どういうこと。このままブラックホールに向けて撃っても途中にある破片に衝突して。破片でかすぎるってこと。マゼラには届かないということか。そんな、なんとかならないの、吹雪さん。なんとかして。方法があるとすれば一つだけ。何、何かしらの犠牲が伴いそうな感じの言い方やね。破壊や DX を操縦して隕石の破片群を抜けてから発射する。何それ、私動かさんといかん感じ。それは難しそうなんやけど。つまり俺たちごとマゼラの野郎に突っ込むしかねえってことだな。うわー、自殺行為。でもそんなことしたら。待ってよ、エンマダイ理事長の力でワープできんじゃねえの。ん、それは残念だが、ハイヤー DX に乗った状態でってこと。地球から遠く離れることができないんだ。マジで？マゼラのいる中域まで行くと俺は地球に引き戻されてしまう。お前たちを地球に送ってやることはできない。なん、その都合のいい感じ。じゃあ僕たちは捨て駒にされるということだね。ねえ、みんな、みんなは地球に帰って。操縦だけなら私一人でもできるから。一人？いや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 、女の子一人はね、そんなことできるわけないじゃないか。うんうん、そうだよ、みんなで帰らなきゃ意味ないよ。だってこのままじゃ、みんな帰れないということはないっすか。今さら水臭いよ、吹雪さん。僕たちはずっと一緒だっただろ。ああ、みんなで行こうぜ、マゼラをぶっ倒しにさ。みんな。でもエンマダイ理事長はあれやね、安全なところにおるわけやね。答えは決まったな。つら。行くしかあるまい。お前たち本当にいいのか。まあ、みんながそう、自分たちで決めた答えなんだ。後悔はないっしょ。何、なんか英雄たちは星になった的な感じになるの。さ、吹雪さん、隕石の破片群を抜けるわよ。はい。よし、破片群を抜けたわ。え、はや。了解。マゼラへの射線上に障害物がないか再計測してみるわね。これはみんな必ず死ぬの？そのワープして地球に戻らんかったら。よくわからんねえけど、なんかすげえ楽しそうにやってきた。エンマダイ理事長、いなくなっちゃったね。引き戻されたんやね、地球に。地球との距離が開いて引き戻されちまったんだろう。計測結果が出たわ。大丈夫、ここからならマゼラを十分狙える。あとはマゼラに突っ込むだけだな。でもこれごと突っ込んでいくってなると、やっぱりそうか、全員ということになるんか。覚悟は決まったな。怖い怖い怖い、怖い、マジで。まだ中学生だというのに、ね、ちょっとだけ気になることがあるんだけど。ん、何？なんだよ、マタロウ、これからって時に。
ちょっとなんかノーズを見よったら中学生じゃないのではって思ってしまったんやけど。隕石の上でマゼラと戦った時さ、からね、僕たちなんで平気だったのかな。どういうこと？どういうことだ。空気的なこと？だって宇宙空間だよ。空気もなければ重力もない。確かに普通にむき出しやったよね。それなのに僕たちは普通に戦えた。え、じゃああれじゃない、もう普通に泳いで帰ってこれるんやない。あの時は夢中で気づかなかったけど、確かに不思議だね。YSP 能力とかのおかげだったのかな。ほらほら、宇宙でも活動できちゃうわけ。それ何気にすごくね。死なずに済むよ、それなら。宇宙、息、YSP とガイアエネルギー。なになに？そうか、もしかしたら地球に帰れるかもしれない。あ、やっぱり死ぬこと前提やったよね、みんな。うわー、つらー。マジ？ YSP やガイアエネルギーは地球という星とつながって生み出される力だから、地球から離れてしまうとその力は極端に弱まってしまう。現にうちらは今、大きな力を必要とする変身能力は使うことができない。マジで？あの隕石の上ぐらいがギリギリやったってこと？だけど全く使えなくなったわけじゃない。何が言いたいんだ？そう、結果からなるほど、ズバッと。私たちの体に残ってる力だけでも宇宙で活動するくらいはできる。お、話が全く見えねえんだが同じく。だから宇宙は無重力でしょ。残った揚力やガイアエネルギーを噴射して地球に向かって飛び続ければ。そう、時間はかかるけどなんとか地球までたどり着けるはず。揚力切れとかにはならんの？無限に湧いてくるもんなんかな。そういうことか。まさかそんな方法があったなんて。どれぐらいの距離あるんか知らんけど。すごい、もう奇跡としか言いようがないよね。よし、じゃあみんな目の前の悪の魔王をコッパみじんにして地球に帰ろうぜ。お、みんなが明るくなってきたぞ。私たちは照準を設定し直すから、みんなは脱出準備をお願い。オーケー。張り切ってるね。みんな用意はいいか。せーの。ほほ、飛び出たよ飛び出たよ。もう発射されたん？うひょー、すげー気持ちいいな。よかった、まさか帰れるなんて。なんとかなるもんな。え、でもこれってさ、ロケットとかでもそうやけど、地球に今おそばに参りまーす地球、何、大気圏やっけ、なんかあれがすごい危険なんじゃなかった？なんかバラバラに破壊されるみたいな。お、目と口が。これでやっと終わるんだな。うん、長かったね、本当に。みんな余裕そうに浮いてるね。いろいろ思い出しちゃうっしょ。そうだ、みんなで見届けようよ。何、手なんかつないで、手なんかつながんでも落ちんやろ、どこにも。よっしゃー大丈夫その辺、なんか衝撃とか巻き込まれん？吹っ飛ぶやん、確実に。あんブラックホールを破壊するってできるんやね。これでもう平和に。おー、消えた消えた。え、消えたんよね消えたんよね。これでクリアすか。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、うん、最後の最後マズラタイタンにはめちゃくちゃ苦労させられたけどでも、これで、もう完結したね。完璧に終わったね。いや、楽しかった。めっちゃ楽しかった。良き、ね、ストーリー。
感動もあり笑いもありって感じ。うん、よかったです。